いや、60年以上前にね、民間放送っていうのができてね、で、民間放送ができたことによって、僕なんかがその世界へ入れるチャンスが生まれて、で、ラジオから始まってね、民間ラジオが始まって、でからそのテレビができて、民間テレビっていうのもできて、ものを作るチャンスがテレビでもできてきて、で、いろんな苦労っていうか、しごかれたり勉強したりしながら来て、でヒット番組が出て、でそのおかげで、プロダクション、つまりテレビ番組を作るために存在する会社を作ろうとして、作って、そうすると必然的にその場が多い東京で仕事をせざるを得なくなって、東京へ来て40年以上経って、でまだ仕事ができる体力というか寿命をもらってるからやってますけどね。そうすると今までやってきたいろんな仕事の資料とか考え方とかいっぱい残ってるから、それをちょっとでもこう今の時点でね、振り返って残せて、これから先の若い人たちの、なんていうかな、手がかりっていうか、ものを考える手がかりとかね、そういうことになればいいなと。僕なんかも先輩がやってきたことを一生懸命勉強して読んで見て、それで自分を作り上げてきたっていう思いがありますから。しかも先輩のやってきたことをあんまり大事にしなかったという反省があるんですよ。で、僕なんかがこの世界入った時にいっぱい年上の人がいっぱいいましたけど、その人たちがどんなことをやってここに一緒に僕と一緒に仕事してるんだっていうことを考えもしなかったんですけど、今古い資料、昭和の初期の資料を読んでると、そういう知ってた先輩の名前がいっぱい出てくるんですよね。その人たちがやっぱりニューメディアであるテレビにやっぱり残りの人生をかけて入ってきたんだと思うね。その時に僕はその人たちに話をいっぱい聞いときゃよかったのに、ほとんど何も聞いてないんですよね。自分の勉強するので精一杯だったってこともあるけども、余裕がなかったってこともあるんだけど、今しまったな、この人いたんだったらこのこと聞いとけばよかったのになというけど、もう後の祭りってやつでどうしようもない。だから僕はこれから10年、20年、30年、もっと50年ぐらい経って役に立つことになるかもわからんけども、ちょっとでも自分のやってきた道は残しときたいなと思って、一生懸命資料を集めたり、本にしたりしてますけどね。こんな映像で残すチャンスが出てきたのかな。テレビ局がね、認可事業としてやってる時にはこんなチャンスはなかったと思うんですけどね。プライベートな喋りが放送されるってことはなかったですからね。だからそういうことで記録しておくということも大事かもわかんない、という思いで喋ってます。